リビング e スポーツ部ストリートファイター5第3回目この番組は e スポーツの認知度向上そしてイメージアップのためにゲーム実況を通じて e スポーツの楽しさを広めていこうという番組です。メンバーはこちら。はい、部員番号3番広島のさゆきです。部員番号4番ブックオフのべしです。はい、さてですね、今回はあの広島ホームテレビさんの人気番組 e スポーツ堂からこちらの方に来ていただきました。どうぞ。ホームの松井こと広島ホームテレビの松井隆と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。松井さんはですね、まあ、e スポーツ堂の番組の中でもストリートファイター5の凄腕プレイヤーとしてたびたび出演されてまして、プロの方ともかなりいい勝負をしたというぐらいの実力をお持ちなんです。そんなに強いんですか？いやいや、もう全然全然すごい平凡が。そんな松井さんが私たち部員と対戦してもらえるということで、わざわざお越しいただいたんですね。対戦？いいですよ、そんなのぜひお願いしたいです。あ、はい、ありがとうございます。でね、まあ、松井さん、ちょっとここでですね、私から提案があるんですが、はい、ホームテレビさんと、まあ、リビング広島で、まあ、お互いにあるものをかけて勝負したいんですよ。はい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 、ぜひいいですね、はい、そのあるものっていうのはもし私たちが全員負けたら、はいはい、リビング広島の紙面にですね、はい、e スポーツ堂の宣伝記事を掲載させてもらうのはどうでしょうか？ ありがとうございます。いいですか？いや、めちゃくちゃ嬉しいです、はい。まあ、ただね、こちらがそれかけるんで、はい、ホームテレビさんとしては何かをこういただければ。そうですね、はい、ちょっと確認は取ってないんですけど取ってない。 e スポーツ堂にて、12月に放送がありますので、そちらで30秒の告知枠を、お、はい、確保します。やったー、30秒じゃあかけるもの決まったんで早速対戦しましょうか。じゃあ第1戦目、佐伯 VS 松井。はい、お願いします。お願いします。実況解説は広島 e スポーツ協会の会長美佐さんと、顔が出せない e スポーツ協会のぷよぷよ担当黒子がなぜかお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ会長、ご期待願いますね。怖い怖い怖い。そうですね、あーもういいですね。あーもう松井さんがあしっかり攻めていく、しっかり前に行く。でも怖い怖い。シャワーダメージで赤星剣を投げ入る。いいですね。さあ、いいガードしてますね。あー、V スキルが当たらないですね。さあ、頑張って、頑張ってガードしてる。さあ、一矢報いたいところではありますが、さあ、ガードあーっと、おっと、おっと、おっと、なんで怖い、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 怖い。いやー、何もできてないぞ。はい、集中集中。はい、部活や。部活ですよ、部活です、部活です。はい、部活でございます。しっかり手が、手が震える。おお、いいですね。おー、もう早い。もう全部忘れとる。灼熱ー、ただ V スキルでね。いいですね。怖い怖い怖い。これはメカミ側ちょっと何を食べてるのかわからないといった感じでしょうか。そうですね、いやー、しっかり頑張って途中までガードはしてたの。そうですね。まずはじゃあホームの松井さん勝利。ありがとうございます。ありがとうございます。第2戦目、ベシー VS ホームの松井。ベシーさん頑張って。頑張れ、ベシーさん頑張って。せめて一発当てたい。一発当てたい。一発当てたい。さあ、ベシさん、普段の特訓の成果は出せるでしょうか。さあ、ワンコも入って、次のターンからスタート。中段、あ、処理ガードしてる。あ、中段じゃなくて、ごめんなさい。そうですね、積です。うん、うん、さあ、スタミナ早い。完全に豪気の流れが、あ、止まるのが見つかったんだ。あ、行け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 。あー、あー、
が一撃入ったっていうことですね。やっぱりワンラウンドを取るのがちょっとかなりしんどいですね。頭を抱えていますさあ、豪気、かなり余裕たっぷりな動きではありますが、おーっと、ここでしっかり、V スキルが当たった、V スキルがキック入る。さあ、画面端が早い。さあ、もうワンコンボ入っていく。さあ、ガーはしっかりしているが、無理やりエクサードで画面端へ押し込んでいく。スタンが早い。さあ、ここからもう豪気がもう強いですね、この動き。これはちょっと惜しい。おー、強いですね。松井さん2勝目。部長頑張って。おーす。さあ、対戦したかったんですよね。ネットのとで対戦したいですって言ってますけど、ちょっとかわされてたんで。いや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 。この日のためだよ。お願いします。ありがとうございます。そうです。部長。さあ、皆さんの期待を一心に背負って部長が今知らんかったなと。さあ、お互い様子見の展開から。さあ、部長、一発当てに行きましたね。おー、いいですね。いいですね、おー、相打ち。ですが、未だにリードは江戸川ですね。いいですね。あ、対空。あー、浮かしな飛びをしっかり対空していく。フリップが当たっていく。おー、いいですね、いいですね。なんかいい勝負してますね。すごく手が出てる。さあ、飛びをとがめる。しかし、ガードは高い。おー、フリップが止まる。おー、強いですね。これは先ほどだ、打って変わっていい試合じゃないですか。さあ、ガードしっかり。おいいですね。おさあ、敵手のガードが入っていく。さあ、江戸川前に出ているぞ。さあ、V スキル。さあ、画面入れ替える。これは江戸川、かなり余裕があるのではない。さあ、一回下がるとゲーランから竜巻振りか大剣おいおあー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 だいぶ勝ちそうやね。まだいい勝負でしたね。大剣道ですね。これは焦ったわ。これは期待できるんじゃないでしょうか。いけると思った瞬間があれだった。そうですね、やっちゃいましたね。最後の最後まで油断してはいけません。ストリートファイター、そういうゲームですね。本当にギリギリまで分かんないんで。さあ、先ほどのワンラウンドで豪気側がどう動きを変えてくるのか。さあ、投げが通っていく。置き攻め。さあ、壊して暴れていた江戸川ですが、灼熱で焼かれていく。さあ、ゆっくりとした展開だが、依然体力リードしているのは豪気側。さあ、積成からのコンボ。いやー、いいね。まだ残るかな。残る、ね、はい、さあ残るが、これこの体力差はかなり厄介だ。そうですね。いや、ここからどう取っていけるか。さあ、どうもう豪気側はもう慎重に置いてますね。まあ、そうですね。あー、めっちゃいい。いやー、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 いい攻防でしたね。1ラウンド目がだいぶもったいなかったですね。あ、そうですね、1ラウンド目あそこで、あっ、まあ、我慢できてたら多分あれ負けましたですね。負けました、はい、いや、惜しかった。非常に惜しかった、うん、いやでもいい勝負だったんじゃないですか。大健闘、うちも悔しすぎて喋るのありがとうございました。惜しかったというわけで、リビング新聞さん、3連敗全勝ということで、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあですね、松井さん、今日戦いを振り返ってみてどうでしたでしょうか。そうですね、もう非常にもう楽しかったっていうのが大前提なんですけど、こんだけ、なんていうんですかね、緊迫した試合っていうのは、はい、
一回大会に出たんですけど、それ以来のこの緊迫感で試合できたことが何よりで、この状況下でこううまく自分の結果が出せるように今後練習していくと、もっともっと強くなれるんじゃないかなと思いますんで、また、次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、そして、初戦にまあ惜しくも、パーフェクトに負けてしまった佐伯さんですけど、どうでしたか？プリティープリティでした。ちょっとよく分かりました。おり？いや、ここにおるのも恥ずかしい。ここに聞けたら映りたくない。じゃあまた練習するということで。はい、はい、じゃあ、ビスさんどうでしょう？はい、なんかやっぱちょっとこう格ゲーをいじってたからこそ、こうなんかすごいもう実力者というか、本当にうまいなっていう一言で、本当になんかすごいためになりましたね。はい、でもぜひちょっとまた精進していきたいと思います。よろしくお願いします。今回は広島ホームテレビの松井さんに来ていただきました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リビング e スポーツ部、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。次回も楽しみに。次回 e スポーツ動画12月11日に放送です。そちらもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。